モルフに要素の形状を統合するソリッド編集はモルフ要素でも実行することができますデザインモルフを編集メニューから3つのコマンドが利用できますこれらの操作と通常のソリッド編集との違いはこの場合操作に基づいてオペレーターの要素が削除されターゲット要素の形状が修正されます これは演算の結果が永続的であり、後で元に戻す、またはクリアすることができないことを意味します。モルフ要素の結合を作成するには、まず結合したい要素を選択します。選択範囲内のモルフ要素のみコマンドに影響され、コマンドを実行するには、最後に選択された要素がモルフ要素でなければいけません。デザイン、モルフを修正。 結合のメニューコマンドを選択します選択範囲内にモルフ要素が一つ含まれている場合はこれがオペレーター要素となりますコマンドを実行すると赤色のハイライトで表示されますここで結合するターゲットモルフ要素をクリックしますこの結果、ターゲットモルフ要素とオペレーターモルフ要素が結合し単一のモルフ要素になります作成したモルフの辺と面は 元の要素の辺と面の属性を継承します。選択範囲内に複数のモルフが含まれている場合、コマンドを実行後、すぐに操作が完了します。要素を指定する必要はありません。2つ以上の選択されたモルフ要素の形状は、スリット編集時のように交差したり、接続している必要はありません。